はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の小鳥の歌のミュージッククリップについてですね。今回はマヨお姉さんの初のソロのミュージッククリップになります。あつこお姉さんも1年目の時に確かこの歌を歌っていたんですよね。なので今後の歌のお姉さんの登竜門的なミュージッククリップになってきそうな気がしますよね。歌のお兄さんとしてはジャングルポケットなんかがそういうものに当たるんじゃないかななんて個人的には思っています。今後もマヤお姉さんのいろんなミュージッククリップ見ていけたらいいなと思いました。はい、今日はお母さんと一緒の小鳥の歌のミュージッククリップについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。